もご無沙汰してます。どうも。北方先生とはちょうど2年前だよね、うん、2年前にあの宝永という原作の僕が脚本させていただいて、で熊切さんはそれに出演したということで、それからいろいろとお世話になっております。またこのメンバーが揃うとは嬉しい、うん、映画以来ですね。僕とはしょっちゅうだったんですよ。ご飯連れてもらってます毎日毎日それなるほどね。ご飯連れててもらいました、はい、一応ご飯おじさんやってます。いろんなお話を聞けて勉強にもなるし、勉強になるからね、先生。そう、本当に、うん、なんかすごいお金払わなきゃいけないんじゃないかってぐらいいろんな話をしてくださるんですよ。魅力、北方先生の魅力っていうのは、なんかあのやっぱり登場人物のキャラ付けというものがものすごくきっちりされてて、だからその人物を掘り下げて書いてらっしゃるのは多いと僕はちょっと思うんですね。だから映画とかになるときはそのテストがこう浮いてきたりとかする感じで、とってもなんか好きな感じのタイプですね。私はなんかもともとそんなに本を読むことが得意じゃなくて、 でもその先生の本はこの隣にいるから持ち上げるとかではなくて、あの想像できるからなんかドキドキしたりなんかハラハラしたりワクワクしながら読めるから、こうぜひ若い方で本が苦手な方って今多いと思うんですよ。映画とかそういうのが増えちゃってるから。でも先生の本だったらすごい想像できるからすぐ読み終わるんですよ。何にもないと思うんですね。あの同じように書いてる、ただその自分の中でみずみずしいものは、まあ書き始めの時はあったでしょ。それはなくしてる、なくしてるけど別なものを獲得してる。だからそういう変化はあるんだけれども、自分で納得できる、あ、これがあの違いだなっていうようなものは何もないです。徐々に多分変わってますよ。変わってますけれども、それは人が老いるように変わってるってことだろうと思います。あのこれだけ三国志ってものっていろんなタイプで映画化されて、はい、いろんな武人の報告からの視点で描かれてるじゃないですか。はい、レッドクリフとか、はい、三国志しかりで、どのようにあの北方先生はあの精子がある吉川さんの書いた本の中からどのようにしてなんか一番描きたいなと思って書かれたんですか。まず三国志というのが、はい、国家間の、国家間という間じゃなくて国家の味方、はい、国家間の小説であるべきだろうと思ったんですよ。それとあとその国家間を支える個人の 小説ですから、当然個人の小説、そういうことを考えてると何なんだろうな、生死をきちんと読み込む、はい、生死から物語をあのなんていうか絞り出してみよう、にじみ出てくるもの、生死からにじみ出てくるものから物語を書いてみようと思うんで、これ生死、例えば朝鮮になっても出てこないんですよ、精神がね、精神は出てくるんです。だから精神に出てくるものからずっと解析していくっていう形でやっていくと、いろんな人間が今までと違う、三国演義で書かれたものとは違うあの人間たりうるというのがあって、そこから人間造形を始めてくると、その人たちが作る国家というものがまた今までとは違う新しい国家観になるんじゃないかというふうに考えました。なるほど。で人物像に関してはやはりあの北方先生が描きたい人物っていうのを肉付けとかしてらっしゃったんですか。これをね、描きたいっていうよりも生死を渡ってる間に描きたい人間が出てきたんです。あ、そうすると呂布がなぜ出てきたかっていうと、呂布伝とかそういうところには書いてないところで、他の人の列伝の中で呂布がどこあの奥さんを連れてどうしたとかね、奥さんについてどう言ったとかいうようなことが書かれたりして、家族愛がすごく強かったっていうね、あの分析ができるんです。そこからね、呂布の人間を少し、今までの悪党っていう、つまり親を二人殺した悪党って言われてますからね、そういう悪党ではない人間っていうものを書いてみよう。そうするとこれはもうね、戦うことは知っている、戦うことは知っているけど国家を作ることを知らない。だから曹操が俺と一緒だろうって言ったんですよ。だけどその時に考えた言葉っていうのがうまく出てきたなと、自分ではね、あそこまで書いたの出てきたなと思ったんだけど、男には守らなければならないものだ、なんだ、誇りだ、うん、その誇りとは何だ、破れざること、そう言って破れて死んでいくんですよ。呂布はかっこいい。私も呂布が一番好きです。呂布で思い出いっぱいあってね、中学生の女の子から手紙が来てね、はい、で自転車を赤く塗ってね、
自転車を描くのっていうか赤いマフラー学校行くと寒くてもダーッとこいで龍頑張れ、龍じゃない関と頑張れっつって自転車毎朝こいでますなんていう子がいた。あ、そう、私台本もいただいてるんです。あ、そう、はい、読ませていただいたんですけど、先生の中のスーシーっていうのはどんな女性だったのかなっていう。そんなにね、あの気ぶりとか書かなかったな、ちょっとあだからさ、それはさすごい、私がやるぐらいだから、なんかあの先生が私にくれた役だと思ってたんで、思い出の役だと思ってて、気ぶりって書かなかったからこそね、ふばひさんは自己表現できるんですよ、うん、あ、そこで、だから自己表現、僕はね、あらゆる表現ってのは自己表現だと思ってます、はい、何やったってね、だから小説だってね、三国志だって私の自己表現なんです、一人一人全部自分なんですよ、もう女性も含めてね、登場人物は命持ってる人全部自分なんです、で表現というのはあらゆる面で自己表現だろうと思う、はい、熊切さんだって自己表現をする、でも自己表現しても熊切あさみですっていうんじゃなくて、うん、寿司をやりながらね、熊切さんの寿司、熊切さんの女っていうのがね、ちゃんと出てくれば、それは立派な自己表現になると思います。できるかな。じゃあ、もちろんです。なりきります、スーシーに。意識したいことというよりは、もう本当にそのスーシーっていうものがどんな女性かっていうのを自分の中で、もうこういう女性っていうのを想像して、声だけで聞いて想像してもらうんで、あのラジオドラマ見てる方には。そこを考えて演じたいと思います。僕はまだ役というものが決まってないので、どういう人間を演じるか分かってないんですけど、僕らあの熊岸さんに関しても僕に関しても本業は役者で、だから演じるということ、表現をすること、顔の表情でやったり感情でやったりということに慣れてる人間で、その人間が要は声だけで表現するっていう形になった時に、どのぐらい広がるのかとか、そういうのが不安であり楽しみであり、挑戦したいなと思いましたね。新しい自分の幅が広がる。まあそれはそうだよ ね、 ですね、声だけで表現、声トーンだけで感情とかっていうことをつけていかなきゃいけないから、ある意味難しいし、すごい楽しみにはしてますけどね。でも映像ではさ、熊岸さんが立ってたらさ、熊岸さん見えるわけですよ。でもね、声出さないから見えない。そこでどれだけの表現になるのか、はい、だから熊口さんはこう何か言ったところで、うん、最終的には熊口さんの自己表現なんですよ、はい、自己表現でありながら数字というものをきちんとね演じきるっていうのがね、これ演じる人の快感なんじゃないかと思うな。ハードル上がっちゃいます。いやでもこっからもしかしたらすごい幅が広がる気がして、自分の仕事の幅も広がるんじゃないかっていうぐらい楽しみの方が大きいかもしれないです。北方先生のあの三国志って、要は桃源のちぎりとかってバスって切ってるじゃないですか、はい、ああいうところで人間のリアリティみたいなところを追求してるから、すごく逆に言ったら時代劇ではあるけども、やりやすいんじゃないかなと思ってますけどね。ですから僕はね、よくね、読者に桃源のちぎり切りましたねって文句言われるんですよ。あ、ところがね、男は3人ね、ある時パッと会って、うん、そのまま酒を飲み始めて、うん、生まれた日は違うけれど死ぬ日は同じだ、生き放題だなってなるのかっていうね、やっぱりそれはそれなりに人間なんだから生き放題と思えるような状況がいっぱい経験して、その結果生き放題と思えるようになればいいだろう、そういうのがなんかやっぱりちょっと演技とは違うところですね。演技っていうのはもともと舞台の上でやったもんですから、うん、だから三国演技の桃源のちぎりっていうのはやっぱり男が3人あったらもうそこで生き放題なんですよ、うん、そういうものじゃない風に書きたかったっていうところがあるし、多分今度のラジオではそういうものではないものを演じていただけるだろうと思いますね。それは思い入れがあるから視点を与えるわけですね。視点っていう問題になってくるわけです、小説を書くときはね、いろんな人間の視点で書いてくるんですよ。そうすると全体を捉えられるっていうのは部分、いい部分があるんだけど、やっぱりね、その視点の全てが私なんですね。全部自己表現なんですよ。だからね、例えばね、あの、ああ、こいつと、こいつがどんな気分か聞いてみたいなと思うのがね、孫策っていうね、孫権の、兄。孫権の兄ですよ。これはあの、周囲の盟友。周囲の盟友で、孫策っていう男がいて、この男はね、生ききらなかったんですよ。途中でついえてしまった。つまり、その小説家としてはね、生ききらせようと思えば、なんとかして生ききらせることはできたし、あの、毒殺かなんかされるんだけど、そういう詩じゃなくて、もっと華々しい詩だって与えられるんだけど、ああいうふうに死んでしまった。
しかも非常にね、あのいい輝きのある人物だったんです。シュイとソウジさん2人組んでてね、それが、あ、先にシュイはかなりその後活躍するけれども、ソウジさんというのは生き切らずに死んでしまった。結局言ってみれば作者が生き切らすことができなかった人間、男なんですよ。じゃあやっぱり話せるものならね、俺のことをどう思ってるかちょっと言ってくれって言いたいね。例えばね、諸葛亮という人間を描くっていう時にね、諸葛亮をどういうふうに描くかっていう時に、こう絶対にね、あの軍事的な天才だっていうようなねものを描けるのか、あの例えば三国演義ではね、台車に乗ってきてね、うせんうせんってあの鳥の羽で作ったうちわですよね、それで顔を割って、そんなことをね、あの原野で戦争してるのにね、そんな優秀なことできんのか。諸葛亮だって馬に乗るだろ、泥まみれになるだろ、うん、というようなね書き方をしましたよ、うん、諸葛亮をあのね、でどうやって死ぬんですかって言うから、こう華やかに死ぬんですかって言うから、それは過労死だよ、うん、もう誰もいなくなってしまって、自分一人で全てやんなきゃいけなかったから、諸葛亮は過労死してしまう。そういう書き方を一人一人してると、これは何かにいろんなものが広がってくるんです。だから3個の例って言ったってね、3回来たらじゃあいいこと聞きますっていうのはね、それはちょっとおかしくて、3回国家間を交わして、国家は何かっていうことを3回議論した時に初めて言った、3回来てくれたから言ったわけじゃなくて、3回でお互いが分かり合ったっていうふうに書かないと、あの3個の例とかなんていろいろあるけど、いろいろあるけど、それはそれで、今もう言葉として残ってしまってる、意味を持った言葉として残ってしまってるけれども、実際問題としてはあるべき姿っていうのはね、自分では書かなきゃいけないと思ったんですね、書いてる時に。